それでは本日も歴史教室よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今日は、はい、日本の古代語ということですね、うん、まあ、これで最後ですよね、はい、でこの間ね、奈良時代の終わりぐらいまで仏教勢力が力を持って、はい、今日から平安時代に入るんですけど、うん、よくね、平安時代からもう平安時代も古代なんですかって言われる人がいるんです。あ、うんうんうん、古代ってね、はい、まあそのずっと縄文の時代から、うん、この間飛鳥をやったりとか、はい、もう古墳の時代もあったりとか、今あれ古代ですよね、うんうん、はい、どの辺までが古代だっていう印象がありますか。そうですね、言われてみれば平安時代って古代ってイメージないですね。ないでしょう。ないです、ないです、うん、ところがね、まあいろんなものを見てみると、はい、平安時代まで古代に入れてるんですね。あ、うん、だけどね、僕はちょっと無理があるかなと。おで今日は古代ですけども、はいはい、平安時代の途中で終わります。あ、途中で分かりました、うん、その平安時代という時代で考えてはダメで、はい、何もその私たちは今、平成時代というその枠の中で生きてるわけじゃないでしょ。あ、そうですね、もう、うん、あ、令和ですけどね先生。あ、令和です、はい、ごめんなさいね、令和ですね、もう、大丈夫です、うん、そうじゃなくて中身で考えていかなきゃいけない、うん、では今日はちょっとその頭の隅に置いといて、はい、古代の最後になりますよ、はい、ということでね、平安時代に入りますが、はい、平安時代ってね、うん、あまり何も頭に入ってないじゃないですか皆さん、うん、なんかあの雅というか優雅なイメージしかないです。優雅なイメージだけどね、だいたい古代で一生懸命勉強してね、うんうん、やれ発掘だとか、はい、縄文だとかやれだとかでやって、先生も熱心にやって、うん、なんかいつの間にか平安時代はふわんと飛ぶような感じで戦国時代に入っていっちゃうみたいなところがあってね、うん、室町、そうですね、そうですね、うん、でね、実はね、この時代って大きく日本が変わってるんですね、うん、でポイントは今日はまあ受験をするためっていうこともありますしね、はい、何もここがポイントですよっていうのをはっきりと今日見ていきたいと思います、はい、お願いします。平安時代に入りますよ、はい、なぜ平城京を移さなければいけなかったのか、はい、これやりましたよね。やりました、前回、はい、仏教勢力の政治排除、はい、ね、もう政治に口出すようになった、うんうん、そこで桓武天皇という天皇が現れて、はい、784年都を移した、はい、この年でよかったっけ。794年、泣くよ、うぐいすでしたよね。あれでもね、移したのは784年なんです。10年差が出てますけど。差が出てるでしょ、はい、違うところに都移したの。幻の都っていうのがあるんです。あ、めちゃめちゃちょっと気になりますね。どういうことですか。すごいとこだったんです。はあ、幻の10年。幻の10年、今日ちょっとそこをやりたいんだけども、はい、最初から脱線するみたいですけど、いやいやいや、でもこれ時々テストに出るんです。あ、そうなんですね。だからほとんど誰もできない。うん、今日これ聞いた人はものすごい得です。おで、784年、はい、この年に長岡京というところに遷都してるんです。京都でしたっけ。そうです、そうです、よく存じですよね、はい、ちょっとこれ地図があるんですが、わ、はい、かりますかね、はいはい、ここが平城京、うん、で、平城京から、まあ、一旦藤原京っていうのが平城京行く前にこの南だったんですね、はい、ここから飛鳥から藤原行って平城に行って、はい、ここ奈良の都、うんうん、ここからここが平安京ですが、うん、その手前にここにあるのが長岡京なんです、はい、ここそこに一旦行ったってことですか。そう、うん、でね、これね、幻の大都と言われてるんです。昔の長岡京を今の地図の上にこう置いてみた図なんです。分かりますか。これものすごい細かく五番の目みたいな。そうです、情報性ね、はい、なのに、ね、これが南城っていうのがあるでしょ、うんうん、でこれが坊ですよね、はい、そういうね、情報性がまあ京都よりもひょっとしたら規模が大きかったじゃないかというぐらいすごいしっかり出来上がってた、はいはい、壮大な都ができてたんです。なぜ10年で終わっちゃったんですか。でしょ、はい、知りたいでしょ。知りたいです。実はね、とんでもない、とんでもないたたりが起きた。たたりやばいで、私はそういうたたりって全然信じないんですけどね、うん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 、で794年に長岡京から平安京に移るんです。10年しかない、わずか10年で遷都した理由はその大きな謎、これが最初の今日面白いところなんですがね、反対派のたたりがあったとずーっと信じられてきたんです。ずーっと、うん、で本当にたたりかどうかっていう検証はまだついこの頃です、やってるのは。
明治大正、明治大正昭和になってからぐらいかな、うん、なぜだろうかって発掘が進んだんです、はい、そうしたらあなるほどという思うことが出てきたんですがね、たたり、うん、このたたりってじゃあ何だったんだ、大友、うん、大友のやかもちと言います、やかもち、はい、この人は歌人で有名ですよね、歌を歌う人で、うん、大友のやかもちという、はい、この政治的にも優れた人だったんだけど、この人たちは桓武天皇そのものに反対してました、うん、そのもの、うん、そう、平城の都から何も都を移す必要はないでしょうっていう、うんうん、でその反対派がおそらくやったんだけども、その新しい都を造成している責任者藤原の種継ぐと言います、はい、これは高校生の詩がもしご覧になってたらこれは必修です、あ、高校では、うん、長岡京を造成するための責任者だった、はい、藤原の種継が暗殺されるって事件が起きちゃった。うーん、さあ桓武天皇のお気に入りだったのね。で桓武天皇は犯人一生懸命探すの、こいつらに違いないだろうと、まあ普通に考えたらそう疑っちゃいますよね、うん、でこの大友のやかもちっていうのはもうこの時にいなくなってましたよね、実は、うんうんうん、違うと。でこれにいつもくっついてたのが桓武天皇のね弟だったんです。あー、なんかありそう、うん、時代背景的にこれが佐原親王、ああ、でこの人はね実はね全然これには関わってなかったの、かわいそう、はい、だけど疑われた、はい、でも必死になって弁明するんです。そうですよね、私は全然関係ないです、はい、だけども処罰された、うん、でその中で禁錮刑ですよね、はい、どこでこうどういうふうに禁錮されたか分かりませんが、その中でも必死に叫び続けるんだけども、うん、体は痩せてきて病気がちになって、うん、そして次に桓武天皇が取ったのはそこから出して島に流すという流罪の刑に処した、はいはい、その時に島に行く途中の船で命が絶えてしまったと、うん、この人がたたったたたりではないかと。なるほど。都を襲う桂川の反乱、皇后や親王がこの時に疫病で次々に亡くなってるの、うん、でこれは都が反乱を起こすわ、はい、川の、だから自分の奥さんや、はい、それから自分の子供が疫病にかかっちゃって生死をさまよったわ、で桓武天皇は震え上がっちゃったわけ、うん、でそこでもうたたりだということで移したんだけども、うん、はい、実際のことはねここに書いちゃったんだよね本当は、うん、桂川という川が流れてて、はい、長岡京というのはずっと京都に物資を運んでいく現代というと、うん、川の合流点にあったんです、うんうん、だから非常に便利なところにあったの、はい、海上輸送の、うんうん、船の輸送のね、はい、その分ねその川の氾濫に弱いということがまだ当時計算できてなかったんです。だから大雨が降るたびに桂川が氾濫をして水に浸かっちゃったっていうことがあるんですね、はいはい、そうなってくると疫病も流行りそうですよね、うん、そういうことですよね。そういうことですね、うん、じゃあたたりではなく、うん、っていう感じですよね、科学的には。そうです、地政学的にも検証が進んで、はい、発掘も行われて、はい、たたりではなくこういった地政学的な問題、疫学的な問題というのが、なるほど、まあ、これではっきり分かってきたんですけどね、まあ、そういうことですね。これがね、長岡京が10年でもうあれだけ立派な都は情報性見ても分かりますけど、できてたのを平安京に移さなきゃいけなかったという理由なんです。なるほど。でね、長岡京に残るね有名な話があるんですよ、うん、と言いますと、この絵を見てこれ何の話だか分かりますか。話、うん、ちっちゃいお子さんには聞かせてあげたいお話。え、昔々みたいな感じですか。昔々ここの中に誰かいる。子供、子供だけどもね、はい、お姫様なんです。あ、竹から生まれたかぐや姫。その通りです。かぐや姫のお話は長岡京のお話なんです。あ、そうなんですか。そんなも大昔にできた話なんですか、これ。そうですね。あ、これその通りです。竹取物語、竹取物語で、はい、歴史上初の古代小説なんです。あ、そうだったんですね。おじいさんとおばあさんが娘を大事にして、はい、で、貴族から何人も求愛されて、はい、最後は天皇からも求婚されて、はい、でもこのかぐや姫は
応じなかった、うんうんうん、むしろ私はちょっと別な世界に行かなきゃいけないってことで月に戻るって話をしたら、うん、おじいさんおばあさんびっくりして竹で囲んで行かせないようにしたんだけど、うんうんうん、ある月の満月の夜だったかな、はい、さよならと言ってしまう話ですよね、はいはい、うん、実際になんかその当時のそういったことを書くような状況があったのかもしれないなというね、いろいろと取られるんですけどね、はいはい、なんといっても長岡京は日本で一番すごいいいところがあるんです、うん、この話、はい、写真見て、おー素敵、ああえそうですね、京都 の、 あの嵯峨野に似てるでしょ、はいはいはい、違いますよ、これ長岡京です、これ、あそうなんですね、竹取物語のふるさとはこんな風になった、またぜひ行ってみてください、いいところですね、うん、これお弁当持っていくだけでも楽しいですよ、そうです、夏も涼しそうですね、うんうん、涼しいしね、はい、空いてるそうです、あそうなんですか、うん、あはい、ということで、はい、余計な話をしましたが長岡京をめぐる謎の話、はい、あの10年平城京、長岡京、平安京ですよ、うん、っていうね、なるほど、それをちょっとね頭に入れておいていただきたい、はい、一旦10年挟まってですね、そうです、で、はい、晴れて794年、うぐいすがいた感じですね、泣くようぐいす、平安京戦闘、はい、この方です、うん、この方が桓武天皇、桓武天皇ね、桓武天皇様です、すごい格好しますけどね、ですね、じゃあ何を新しい津島この都物、うん、何を目指したのか、国家教の少しテーマになりますね、はい、一つはね奈良時代に崩れてきてしまった、うん、いわゆる大宝律令以来の律令制、はい、これがだんだん崩れてきて、うん、税もしっかり納められなくなってきて、うん、まあ、墾田永年私財法なんてこの間ちょっとやってね、はい、そんなの出してやったんだけども、寺院だとか一部の貴族ばっかどん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 力が強くなって、うん、朝廷の権限がなくなっちゃったんだと、うん、だから桓武天皇はもう一回律令制をしっかり強化して朝廷の権限を強くしたいと願ったもんだから移したんです、なるほど、はい、これが一つ、はい、一番大事、はい、もう一つは、はい、この方は決して仏教排除ではないんですね、うん、奈良の仏教が政治に介入することが嫌だったわけ、うんうんうん、だからもう一度新仏教の奨励、もっと仏教のことを学んでほしいんだと、うん、いうことで密教の時代を迎える、密教の時代、これねちょっとねポイント、今日の密教、うん、あの言葉にすると怪しげですよね、密教、今でもね、うん、中高年の皆さん大流行りなんですよこれ、あそうなんですか、密教、これ後でちょっと話します、はい、うん、すごいですよ、旅行のパンフレットの商品にこれに関係するものばっかりですこれ、あそうなんですか、さあ一番目ね、旧世紀初め律令制をもう一回強くして朝廷の力を強くしたい、その時に坂の上の田村麻呂による蝦夷征伐っていうのがあった、うん、これが坂の上の田村麻呂で、この人黄色で書いてやっぱり出てくるんですね、これ試験に、うん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 、出てくる、だから覚えておいてほしいんですが、この蝦夷というのは今の東北地方、うんうん、北海道を除いて東北地方はまだ大和朝廷、朝廷の、うん、要するに支配下に入ろうとしてなかったんです、はい、反抗してたの、うん、で桓武天皇があそこやっつけてこいと、うん、いうことを彼に命令した、はい、あそれでどういう立場を与えたかというと、初めて征夷大将軍、聞いたことありますか、あります、ここに出てくるんですね、うん、はい、坂の上の田村麻呂といったら天皇陛下に任命された征夷大将軍、征夷ですから蝦夷を撃つ、あそういうことですね、蝦夷を制する大将軍、でも誰が使ってたっけこれ、これってあの徳川家の、そうです、そうですよね、そうです、その時代まで征伐してたんですか、征夷、うん、大将軍と言ってた、あそうなんです、うん、つまりね朝廷から任じられた最高、はい、武士の最高位の人のことを、はいはい、もうこれ固有名詞にしたのね、征夷大将軍と、あじゃああの時代に別にまだ行って、うん、東北の方に行ってたわけではなくて、もうその名前だけが肩書きとして残ったということ、うん、残ったということです、うん、これでお分かりになったと思うんだよね、はい、それからこの時に討ちに行った最後まで反抗していた蝦夷の族長がね有名な人でね、アテルイという人です、アテルイ、まあ最後これ彼が降伏するんですけどね、うん、はい、
こんなことが一つありましたということを覚えて、律令制のを強くして、はい、大和朝廷の力を強くするというと出てくる人、魚上の田村麻呂、うん、はい、同時に出てくるのが征夷大将軍ということが、はい、二つ目で9世紀の初め、唐よりほら密教伝来したわけですね、うん、この人、うん、これ見たって分かんないよね、分かんないです、誰、じゃあこの人は、うん、ああ、これ見たことあるでしょ、見たことあります、誰だっけ、誰だっけ、すごいごめんなさい、うん、だから多分ね、うん、これだけで彼が分かったら、ああもう大したもんですもん、ああそうなんですね見たことはあるんです